日本のガールズメタルを牽引してきたアルディアス、今週7月7日でデビュー4周年を迎えた。その中心的存在、創立メンバーでリーダーのヨシ、ヨシの部屋のこのスペースでアルディアスが作られてきたと言っても過言ではない。彼女が考える今後のアルディアスとは。曲を作るのは好きなんで、満足いく曲を出してライブで全国回ってて、本当にバンドらしいことやりたいなっていう、の顔が売れたいとか有名になりたいとか一切ないんですよね。単純に好きだからやってるってだけなんで、それが続くとこまで続けばいいなって感じですね。自分があまり納得しないための、売れるための手段みたいなことはあんまりしたくない。ああ、もうそれは絶対嫌ですね。今でこそ多くの熱狂的なファンが集結するライブ、かつてはチケット17枚売れた時が最高で、アマチュアの時は17枚も売れたよって、え、17人も来るなって、そんな感じでやってたんで、だからその頃の名残でファンの人のにはすごい恩返ししないとなとか、そういう気持ちがありますね。そんなヨシのギタープレイに憧れてメンバーになった良き相棒ギタリストのトキ。今日は楽器店でのギターアンプクリニック。トキにとってヨシとはどんな存在なのか。ウルトラワンを結構使ってまして、やっぱ一緒のバンドで、であのギターっていう、こう同じパートでもあって、でもやっぱりあのこうライブとかでなんかあのインストとかやったりするんですけど、そういう時とかはやっぱヨシのソロがバーンと来て、ほんで私のソロがバーンと来てってなるんで、やっぱこうちょっとこうヨシよりかっこよく弾いてやろうって思ったりとか、なんかそういうちょっとライバル意識とかもやっぱりありますね。時を経るごとにファンの数も増え続けるアルディアス。現在アルディアスはインディーズだが、時はメジャーに行くことをどう思っているのか。ただその自分たちの音楽性が変わってしまったりとか、あのそうなるなら今のままがいいです。だからその自分のやりたい音楽をやれればどこでもいいです、私は。はい、まあ、みんなどうなのか分かんないけど、あのメジャーのメリットっていうのは本当にお互いが納得するかってとこやと思うんですよ。結局もう周りがアルディアスってどんなバンドだっけぐらいな、どんなバンドだろうっていうような程度でメジャー行っちゃうと、もういろいろ変えられちゃうと思うんですよね。アルディアスなんてまだみんな世間一般の人知らないから、もうもっと変えていこうよとかすごい言われちゃうかなと思いますし、なんかもうちょっと本当にアルディアスっていう地位を築くというか、こういうイメージが出来上がったらまあゼロじゃないかなっていうぐらいですかね。アルディアスにとって最も重要なのは自分たちの音楽、そしてアルディアスの音楽。そこには4周年を迎えても一点の曇りもない。